総理大臣の職を辞することといたします。私の全てをかけてこの戦いに臨んでいきたいと存じます。国民を信じて共感と納得の政治を目指す。政治の空白は決して許させません。総理大臣の地位にあり続けるべきではないと判断いたしました。国民の協力を引き出せるリーダーを目指していきたいと。誠実に謙虚真正面逃げることなく諸課題を訴え、取り組みをしっかり継承し、さらに前に進めるために